参ります、はい、最初にハンドルからで、はい、ハンドルの中央にあるこのレバーを緩めます、はい、緩めたらこのブレーキレバーというのが動きますので、はい、レバーを下に向けたら、はい、ここの中央のレバーをグッとしっかり締めます、はい、これが手順1、はい、で続いてここのレバーを手前に倒したいですが、ロックがかかっているので、はい、安全ロックを押す、押したままにしてレバーを開く、はい、ハンドルがこの方向に動かせます、はい、そのまま前輪にぴったりくっつけてください、はい、これが手順1、はい、次です、はい、サドルを下ろします、うん、ここで締まってるので緩めたらもう緩めて、うんうん、あ一番下まで下ろして、はい、ここに合わせて締めます、はい、最後、はい、真ん中から前がこっち側に来ますので、うんうんはい、真ん中より後ろにある左のペダルとスタンドが邪魔になっちゃうからスタンド上げて左ペダルを後ろ回しに持ってきて前、うんうんはい、この部分が来るから通り抜けられるようにしましょう、はい、で最後に右側です。このレバーを開くんですがまたロックかかってるのでロックを前に押し出したままレバーを開きます。で右手ここ左手ここです、はい、こう持って真ん中から折りたたんだら終了ですと。